続きまして、秋山さんですね。日本人初の宇宙飛行士であります。1990年にソ連のソヒューズに乗りまして、初めて日本人として宇宙に飛び立ち、地球に帰ってきたら福島県で農業を始めましたけども、福島の原発事故で全てを、失い、今、放浪の旅に出ております。では、よろしくお願いします。今日集まりの皆さん、本当にこんなに大量の方々、素晴らしいことだと思っております。私は16万分の1でございます。福島の原発から32キロ地点30キロ地点まででしたらいろんな保証もらえるんですよね。私はまだ保証全く受けてない。退職金など全部つぎ込んで福島の山の中で静かに暮らそうと百姓仕事をやっていた椎茸屋をずっと16年間やってきました。福島ではまだ椎茸が作れないんです。樹木の中に放射性物質が蓄積されてそれを切り出して椎茸を作ることができません。東北の方々で山菜が食べられないんです。事故が一旦起こればその地域の人たちは捨てられるんですよ。私も捨てられた一人だと思ってます。気持ちとしては在日日本人のつもりです。今の政府が私を代表しているなんて到底思えない。皆さんはどうなんですか。今の政府が代表してますか。倒さなきゃいけないんですよ、あんな政府は。私は今京都に住んでます。学校の教員をやって細々と暮らしてます。契約社員ですからあと3年経つとどうしたらいいかわからない。捨てられるということはこういうことです。自分の老後というのが見えなくなってしまう。おそらく玄海の原発が事故を起こせばここの人々はほとんどが暗い将来しかなくなります。そのことを考えたらそれこそ今流行りの言葉ではないですが今しかないでしょう。立ち上がるのが今なんですよ。九州の男たちは元気がいいっていう。もちろん女性も元気がいいっていう。元気が良すぎて困る人もいるかもしれませんがこの力を再稼働阻止にその一点に向けていきましょう。頑張ってください。はい、ありがとうございました。